今日は今更ですけど、ぼったくりバーいます。ちょっとね、もう聞いてます。ぼったくられるっていう噂のところ聞いてるんで、そこに行ってみて、もしぼったくられたら、ぼったくられた瞬間に現役の K-1 ファイターである平山仁格闘家を投入したら、店員さんはどんな反応するのか、これ検証していきたいと思います。なるほどな。あるらしいんだよ、ほんまに。じゃあそう、どう思う、そのぼったくりバーに対して。まあ実際その時の反応見ないと分からんけど、いきなり引くやつもおるかもしれんし、逆に俺行ったところで向こうもヒートアップしてガンガン言うてくるかもしれんから、その時の対応で考えるけど、まあ俺は許されんねん。ああ許されん、許されん。もうね、みんなこう気分よく遊びに来たのに、そんなお金ぼったくられたらあかんやん。あかん。俺はだからそれはもう叩き潰す。どうする、相手喧嘩ぶんなんてどうする。まあ行っちゃう。あ、手出しちゃう。出す出しちゃう。出すだろ。出すんやん。そうやって大丈夫。全然大丈夫、それは。あと別か。あ、別関係ない。じゃあ、もう行きます。行こう。もう、揉めます。もうかかってこいですわ。もうぼったくりバーかかってこいですわ。世直しの意味で。世直しに行く。そうやね。じゃあちょっとキャッチ多いところまで。俺がもう、わざと声かけられるから。なんで飲みに行って。うん。後から頼むで。もしぼったくられた場合、頼むで。助けに行くよ。任せろ。おいえ。俺は見せることはせんから。オッケー。じゃあ、行きます。行こうか。飲みっていうか、なんかバーみたいなとこ探してて、バーとかバーやったら1時間3000円とかやったらどうですか。1時間3000円ですか。はい。あー、それってなんていう店ですか。あー、なんかっていうとこ探してて、知ってます。本当ですか。はい、場所がありました。ほんまですか。そこやったらおいくらですか。ちょっと電話して聞いてみていいですか。あ、お願いします。1時間3000円ですか。はい。おっきりですか。おっきい、それやね。後からかかったりしないですか。いや、もう3000円だけ。3000円だけで1時間。3000円です。それやったらお願いします。いいか。はい、お願いします。もうちょい向こうなんで。3000円ですよね。3000円だけ。絶対3000円ですよ。3000円。あ、お願いします。ここです。ここが3階。ここですか。はい、結構暗いですね。まあ、でも中はなんか、あ、すいません。なんか1時間3000円でって聞いて来させてもらったんですけど。はい、3000円ですよ。何飲まれますか。じゃあハイボールでお願いします。ハイボール、わかりました。ハイボールです。ありがとうございます。あ、全然。ありがとうございます。こうやって何杯飲んでも料金同じなんですか。はい、大丈夫ですよ。飲み放題で1時間3000円です。おいくつなんですか。いくつに見えますか。27。まあまあほぼ正解ですね。今年32になります。見えない。ありがとうございます。じゃあ8個目ですね。ってことは今年24ですか。全然見えへん。23か25に見えます。そう、変わらないです。すいません、もうお時間なんですけれども。あ、じゃあ空気お願いします。はい、お会計お願いします。お会計こちらになります。あ、ありがとうございます。え、1時間3000円って聞いたんですけど、なんぼすかこれ。16万4900円。はい。いや、さっき1時間3000円って聞いたんですけど。あ、設定料金は。いやいや、1時間3000円ポッキリでって他に何もかからないって聞いてたんですけど。あ、でもチャームとかありますし。チャーム、はい、チャーム5000円ですかこれ。はい。え、このちっちゃいお菓子。はい。いやいやいや、これは払えないっすね。え、さすがにこれは、はい、すみません、払えないっすね。じゃあちょっと上の人呼んでいきますね。あ、はい、すみません。はい、どうされました。いや、さっき1時間3000円って聞いて来させてもらったんですけど。まあ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 、セット料金は。
いやいや、セット料金はとか全然僕分かんないですけど、1時間3000円やから来させてもらってるんですよね、飲み放題で。お兄さん分からないだけで、まあ、知らないだけですけど、セット料金とプラス、まあ、チャームもありますし、女の子もこれ飲んでるんで。いや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 、さすがに164,900円おかしいでしょ。まあでもこれがうちの料金なんで、これは払ってもらわんと。え、ちょ友達に連絡していいですか。もう全然いいですよ、変なことだけせんだったら。ちょっと待ってください、連絡ないからぼったくられてないんちゃう。なかなかこのご時世ぼったくるとこないで。かが出た、かが出た。もしもし。はいはい。めっちゃぼったくられてる。嘘つけよお前。めっちゃってんの、そんなことあるか。ほんまにやばい。ほんまにそういう店よ。ほんまにあんねんな。これで。ああ、行くわ。あのっていうビルの3階。ああ、行くわ。頼むわ。ああ、待とて。はい、はいはい、はい、今かかっててほんまにあるみたいやからちょっと行ってきますわ。でもお疲れ。お疲れ。お疲れ。どうやん。どうなん。いや、あ、1時間3000円って聞いてて164,900円さすがに払えへんって言ってて、まあぽっきりで聞いとってこの値段やったらもう完璧ぼったくられとんな。これぼったくりやね。お兄さん、これどういうこと。いや、ぼったくりっていうか、もともとうちのセット料金が3000円で、女の子とかのドリンクはそれはもちろん別なんで、それはかかってる金額はこれなんで払ってもらうと。え、実際女の子どれぐらい飲んだのかな。まあ伝票見てもらったら分かりますけど、これ見たら11杯ですね。え、そんな飲んでました。まあ伝票書いてますからね。え、そんな飲んでないっすよ。僕ハイボール2杯やしね。お兄さんのはまあセット料金なんで全然何杯飲んでもいいですけど、女の子料金は11杯飲もうが15杯飲もうが別にそれええねんけど、さすがにこの値段はやりすぎやろ。まあでもうちはこの料金やらしてもらってるんで。いやいや、やらしてもらってるんでじゃなくて、いや、これはさすがにぼったくりすぎやって、払われんて。いやいや、飲んだものは払ってもらうと。まあでもお兄さんには関係ないっすよ。いや、関係ないことないね。友達が電話してきてくれて、行ったら実際こうやってぼったくっとって、俺はこういうの嫌いやから助けに来たんやけど。嫌いとかどうでもいいですけど、実際飲んでる分を払ってもらうとあかんので。いや、ありえん金額やから来ても。まあ警察でも何でも呼んでもらっていいですよ。え、じゃあ警察電話していいですか。全然いいですよ。まあ警察何もしてくれないんで。何もそういう人見てきましたけど、警察何もしてくれないんで。一回じゃあ警察来て話させてもらいたいです。警察呼んでくれてもええけど、明らかこの金額俺ら払われんから、しかも払わんし。いやいや、それ払ってもらえんのやったらもうお金どっかで用意してもらわなあかんし、もうそれできんのやったら痛いのありますよ。痛い目。まあもうそれやったらしょうがないんで、どうにかしてお金作ってもらうか、もう痛い目あってもらうか、もうどっちかやね。お前痛い目合わせ言うとんねんけど、お前誰に言うとんねん。お前が痛い目合わせたとか。いや、なんだか腹言うとるやべ。もうこっちお前2杯からハイボール2杯と言うとんだけっすよ。セット料金とな一緒にすんなお前。食って飲んだしたのぐらい払えや。痛い目合わせだ。痛い目ってなやねん。やったるやん。ジムエッチ。やるやったところやったるもんや。かかってこいや。ほな裏行きますか。何もでもやりますよ。ほな行こうか。あ、いいっすよ全然。何もでもかかってこいや。もうええってええって。GM もこんなんでお前今までの格闘技人生無駄にすんなよ。もうええって。ほったくられるもん。いやだけどもうめんでいいやん。いやお兄さんそれ痛い目言うてますけど、それ逆に痛い目ありますよ。格闘技ってなんか格闘技やられてたんすか。まあまあまあ軽くやけど。え、お兄さん K-1 って知ってます。まあまあ名前ぐらいは聞いたことありますけど。いや、こいつ現役の選手なんですよね。さすがに痛い目言うてますけど、絶対もうお兄さんほんまにやめた方がいいんで、はい、もう払った方がいいですか。そりゃでもうちはこれで勝負やってるんでね、払ってもらった方がいいんですけど。164,900円ですか。まあそうっすね。逆にいくらやったら払えるんですか。いくら払えるんですかじゃなくて、それは俺らが飲んだ分で、女の子が飲んだ分はそれ払うけど、さすがにこの金額はぼったくりやんか。だからちゃんとした金額を提示してくれたら、それはこっちもそれ払うよ。ちゃんとした金額、じゃあもう元に言ってた3000円だけは払ってもらいたいですね。あ、分かった。それは払うわ。ただこんなぼったくって
あのお客さんからお金取ったりとか、そういうしょうもないことは絶対良くないから、これから絶対せんようにした方がいいと思う。まあそうですね、そうですね、まあ、痛い目合うは絶対お兄さんの方やから。え、ほなもう3000でいいんすか。はい、もうじゃあその3000だけお願いします。ありがとうございます。じゃあこれだけ置いていきますね。もう大丈夫ですか。はい、大丈夫です。二度とすんなよ。はい、そうですね。はい、いやマジでめっちゃぼったくられてんやばい。実際飲んだハイボール2杯とおつまみちょこっと食うただけやからな。それでお前16万4000円ってそんなのおかしいやん。それ聞いてたけどそれ以上あっこまでぼったくられて思わなかった。最初に3000ボッキー言うとった。言ってた言ってた。俺3回ぐらい確認したんじゃからほんまに。いやーでも格闘家って聞いた瞬間にちょっと弱っていたで。まあ、そんなもんじゃん。まあ俺が格闘家とかどうこうじゃなくて、まあ俺自身の性格上そういうのちょっと許されんから、これからなんかそういう、まあ、ぼったくりバーだけじゃなくてそういうのあったら、うん、メッセージとかコメントとかいろいろくれたら俺ちょっとそういうのちょっと成敗していくわ。うん、いいね。俺ちょっとそういうのほんま嫌いやから、そういうのあったらどんどんください。ほんでぼったくりタクシーもあるみたいで、もう今からそれも成敗しに行ったと思ってるから、次の動画でぼったくりタクシー成敗しに行くんで見てください。であとチャンネル登録と高評価よかったらよろしくお願いします。酔っ払いばっかり相手して猫そぎ行くみたいな。遠回りとかしとったやん。いやもう警察言って話しましょうよ。どこで撮ってんの。消せよ。